発2017年も衝撃をこの視聴者あるいは体育館に駆けつけたファンに見せつけるのか、それとも長身の挑戦者ヨアン・ボワイオが立ちはだかるのか。WBO スーパーフライ級井上尚弥の7度目の防衛戦、まもなくゴングです。今ゴングが打ち鳴らされました。井上尚弥7度目の防衛戦 WBO スーパーフライ級タイトルマッチです。今年は左フックで相手を沈めてきているこの井上尚弥、果たして目の前の長身の170センチヨアン・ボワイオをどのように料理していくのか。静かな立ち上がりです。ガードを上に上げたままという井上尚弥です。さあ村田さん、はい、井上尚弥のこの防衛戦ですが、立ち上がりどのあたりがポイントになるでしょうか。まあ、まずは相手のパンチはどんな角度で来るか、はい、井上選手見ている感じですね。まあ、ただスピードがやっぱり違いますね。はい、もうこの構えだけで相手プレッシャーかかっているような感じしますね。そうですか、構えただけで相手にプレッシャー、左どよめきました。この左です。いや具志堅さん、はい、何か音が違いましたけれども、早いですね、やっぱりね、はい、はい、緊張してますね。右ヨアン・ボワイオも手数でこれは返そうというところですが、ボワイオの2発3発それを一撃で跳ね返すという井上尚弥です。リングを大きく使うヨアン・ボワイオ170センチ、リーチは176センチという長身のファイターです。やっと連打連打、歓声というよりもどよめき、横浜文化体育館が揺れています。ガードの上なんですが、なんということでしょう。ガードの上からこのフランスの31連勝ヨアン・ボワイオをぐらつかせました。コンビネーションが速い、はい、そして全部強いんですよね。はい、佐久志健さん、はい、ボワイオとしてはこれはかなりのプレッシャー。そうですね、まあ、1ラウンドからこんなハイ来ると思わないんじゃないですかね、挑戦者は。はい、さあかぶせるようにしてフックを放っていくヨアン・ボワイオです。ヨアン・ボワイオはこのチャンピオン井上のことをとにかくすごい偉大なチャンピオンではあるが、とにかくその中でもカウンターがすごいんだというふうに話をしています。そのカウンターを警戒しながら勇気を持って踏み込んでいくフランスのボワイオ。右だ、何かこの一撃で全ての流れを持っていく、これがモンスター。パンチ力が違いますか。チャンピオンのパンチが強いね。はい、一発一発の重みがこの音から来たり、第1ラウンド、なんとか勝ったヨアン・ボワイオ、左一発顎を打ち抜いた。さあ終わらせるか井上尚弥、ここでゴング、井上尚弥ザ・モンスター、左炸裂。チャンピオン井上尚弥が1ラウンドからいきなりのこの衝撃でした。左を切り抜いて顎を打ち抜いた。いやいや、これ具志堅さん、何か軽くったようにも見えたんですが、この軽くった感じがやっぱり効くんですよ。そうなんですか、はい、パンチ力がやっぱ的確に当たってるから。さあここからは瞬き禁止、第2ラウンドが始まりました。黒いグローブの井上尚弥、ここからが世界のモンスター井上。力強いパンチをボワイオも返してきますが、あの左一発の残像は残っているはず。片本さん、はい、井上チャンピオンサイドですが、はい、完璧な立ち上がりだと井上慎吾トレーナー話していました。はい、そして井上選手の表情ですけれども、はい、トレーナーお父さんの表情を見たままずっとうなずいている、そんな立ち上がりです。はい、ずっとうなずいてという井上尚弥。もう本当瞬きしてる場合、はい、話す言葉もなくなってしまうぐらいすごいボクシングしますね。
そのテクニック、スピード、そして何といってもこのパンチの威力、全てが世界水準、世界最強の井上尚弥です。だね、相手はカウンターもらわないようにと思って、はい、警戒してボクシングしてるわけですよ、その相手に、ね、カウンター当てるって本当に難しいことになる、はい、できないことなんですよ、はい、それをだからあんた簡単に見えるようにやってのけるのが、ね、井上選手の凄さですよ。立松さん、まさに今のご指摘の通りで、こちらオコーナーサイドは距離向けリズムを足で常に変えていこうと、はい、強い一発を井上が狙っているので食いつきすぎるなと、こんな指示が出ています。なるほど、意識をしていても来るこの王者のカウンターです。チャレンジャーサイドは青島アナウンサーのリポートでした。細かいパンチ、それでもやはり31連勝、キャリアがあるヨアン・ボワイオ、これまで45戦のキャリアを誇っています。世界中を旅してきた、さまざまな場所でさまざまなアウェーで戦ってきた、ただこの相手というのはおそらく初めての未知との遭遇かと思われます。極東日本で怪物がフランスからの挑戦者ヨアン・ボワイオの心を砕くか、じりじりとゆっくりとゆっくりと追い詰めていく、右のストレート、左フック、これは空を切りました。ソーシャスもいいボクシングしてますよ、はいはい、しっかりしたガードで、ね、はい、足を使って、はいはい、やっぱりパンチ力が違うもんでね、一発受けただけでグラグラしてるんですよね、はい、現在 WBO スーパーフライ級6位、元フランスチャンピオンのヨアン・ボワイオですが、ボワイオが何もできないか、左のリードジャブ、なんとか流れを戻そうというボワイオですが、残り10秒、さあ井上がプレッシャー、左左のフック、うなりを上げる、ここで第2ラウンド終了、やはりこの左が冴え渡る井上尚弥です。これまで14戦を戦って14勝 12KO 井上尚弥、その勝ち星を一つ増やし、そして防衛を重ねることができるんでしょうか。第3ラウンドが始まっています。第1ラウンドからその壮絶なパンチでこの会場をどよめかせている井上尚弥です。左で一つダウンを奪っている井上、ただこの井上の本来の強さというのは右のパンチ、右のストレートです。そのモンスターのモンスターライトがこのボワイオに突き刺さって、左のボディーだ、壊れた、膝を突き刺したヨアン・ボワイオ、右を出す必要はない、左だけで仕留められる、これがモンスター井上尚弥のボディー、アメリカラスベガスを震撼させたこの左のボディーです。さあ左のボディー、もうその時は近いかもしれない、右から左、このボディ、ああ正しかにヨアン・ボワイオ立ち上がる、大きな拍手が湧き上がります。さあこれで仕留めるか、右のストレートか左のフックか、あるいは左のボディか、どのパンチでも倒すことができる井上尚弥、世界を見てくれ、これが日本の至宝、止めた止めた止めた、これが日本の世界最強井上尚弥です。まさに圧勝、まさに完勝、壮絶な重みのあるこのパンチで31連勝ヨアン・ボワイオを沈めてみせました。いや村田さん、はい、壮絶な最後はフィニッシュでした。だからね、相手上のパンチ警戒しているところね、はい、下のボディで、もちろんこれ、ね、セオリーはセオリーなんですよ、はい、ただその、ね、セオリーって通じないからセオリーだったりするんですね、はい、まあ、それは本当に通用させてしまうこの強さ、多分これ井上選手は本当別物ですね、まさに別次元の強さを見せつけました井上尚弥。井上
どよめきとため息と大歓声、横浜文化体育館、モンスターがモンスターであるゆえんをまざまざと見せつけました。世界中の強豪たちがこの井上から逃げ回る中、自ら手を挙げて、そして戦いを挑んだ勇者ヨアン・ボワイオ。ただその勇気を、そして心を真っ向から打ち砕いてみせました、ザ・モンスター軽量級世界最強井上尚弥、7度目の防衛成功。この静かな静かな表情です。いや、具志堅さん、はい、何か自らのテクニックを一つ一つ確認するかのように見事な勝ちっぷりでした。そうですね、本来の右ストレートが強い、ね、はい、なんですけど、左の使い方がうまいね、今日は、はい、今日はもう本当に右使ってませんよね、あんまり左でみんな倒してますね、はい、過去に右の拳を痛めたことがありました。その時に磨いたのが左でした。そして2017年、この井上尚弥は全ての時をこの左で倒してみせました。戦えば戦うほどにその引き出しというものを増やしていく井上尚弥、右だけではない、世界に通用する左、ヨアン・ボワイオをこのキャンパスに沈めてみせました。7度目の防衛成功。それでは井上尚弥選手の喜びの声を聞いてみましょう。会場の皆さん、そしてテレビをご覧の日本中の皆さん、7度目の防衛に成功しましたモンスター井上尚弥選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。圧倒的な勝利でした。第1ラウンド立ち上がり、ガードの上から相手を弾き出すパンチがありました。感触はいかがでしたか？そうですね、感触はもうめちゃくちゃありました、はい、左でダウンを奪う回数が多かったです。あの左、自信のほどはいかがだったんでしょうか？まあそうですね、左はもう常に自信持ってるパンチなんで、当たれば倒れるかなっていう、はい、感触があります。ただ相手は31連勝中、何度ダウンされても立ち上がってくる相手のタフさ、気持ちの強さ、いかがでしたか？そうですね、まあ、気持ちもすごく強かったです。対戦相手が、まあ、なかなか決まらない中、こうやって対戦こうしてもらえたということで、すごく感謝してますし、やっぱり自分自身全然物足りないところがやっぱりあるんで、まあ、それこのスーパーフライ級ではなんかこう、まあ、実現できないのかなっていう、まあ、思いもあるんで、まあ、来年バンタム級に行きたいなと、はい、思います。井上尚弥選手の口からもし言えるのであれば、もう少し具体的なところをお聞きしてもよろしいですか？そうですね、まだ具体的な話も何もないんですけど、まあ、自分の中では、まあ、WBO のバンタム級はテテ選手ですし、まだ WBC はまた山中さんが再戦しますし、いろいろ選択肢が面白くなってくる中、こう自分もそういう世界に飛び込んでいけるという楽しみもあるんで、非常に今から楽しみです。そして今年2017年はアメリカで試合をするということもありました。世界というところ、ボクシングの本場というところ、そういったところも含めていかがですか？そうですね、またこうどんどんそういう場所、まあ、アメリカとか今イギリスもすごく盛り上がってますし、まあ、そういう敵地に乗り込んでこうやると、まあ、気持ちもすごく燃えるんで、まあ、そういった試合をどんどんやっていきたいなと思ってます。と同時に今日の試合はお子さんが生まれて初めての防衛戦ということにもなりました。パパとしてお子さんにどんなメッセージありますか？そうですね、まあこうもう分かるぐらいになってもこう強いお父さんでいたいなと常に思っているので、まあ、どんどん突っ走りたいと思います。2017年いい形で締めくくることができたと思います。2018年の抱負を聞いてもいいですか？抱負、まあスーパーフライで統一戦もできないだろうし、やっぱりここはもうバンタム級で行きたいなと自分の中で思ってます。
それではこれから先描く未来も含めて、それから会場に、そして日本中のボクシングファンの皆さんに一言お願いします。まあ、これからもどんどんこのボクシング界を盛り上げて、まあ、ボクシングファン皆さんがこう盛り上がるような試合をどんどんしていきたいと思っております。なのでまたこれからも応援よろしくお願いします。見事7度目の防衛に成功しました井上尚弥選手でした。おめでとうございました。すがすがしい表情でインタビューに答えました井上尚弥、見事7度目の防衛成功。そして具志堅さん、はい、やはり次なる階級へというその可能性を示唆しました。ですね、世界タイトルマッチのですね、はい、長期防衛記録も伸ばす可能性も高いし、はい、また世界タイトルマッチでの連続 KO、はい、それもやっぱりできそうですよね、はい、相当期待は大きいですね、はい、さあそして村田さん、はい、ボクシングといいますとこの井上選手に近くの階級からのし上がったマニーパッキャオという存在がいます、はい、期待するところありますか。まあ、このボクシングどこの国でやったってそれはみんな見たいボクシングですから、まあ、彼の可能性というのは、ね、無限に広がるんだと思います。さあ井上尚弥、誰よりも強くなる、それだけを求めてキングオブキングス、王の中の王へ、井上尚弥のチャンピオンロードはこの後も続いていきます。